本日はですね、住民税決定通知書、これについてね、お話ししたいと思います。ふるさと納税とか住宅ローン控除、これらをね、適用されている方は、住民税が減っているはずなんですね。で、住民税の、ね、額、実際どうなっているかっていうのを確認する方法っていうのを一緒にね、確かめていければいいかなというふうに思いますので、ぜひこの動画最後までご覧ください。この動画は悩める会社員をつくお金の知識伝えます。ごまがお送りしていきます。この動画を見るべき人はですね、6月に住民税決定通知書をもらったけど、読み方がよくわからんという方向けですね。ふるさと納税、住宅ローン控除はちゃんと受けられているのかね、ちょろまかされてないのかっていうのが気になる方、ただね、自分でチェックしようと思ってもね、なんか数字がいろいろ書いてあるんでね、どこを見ていいのかよくわかんないっていう方もいると思います。あと、副業もね、しているので、そこら辺のね、控除、どうなってるのかっていうのをちゃんと見たいんだけど、複雑でよくわからんという方ね、初めて確定申告したので、ちゃんとできたか確かめたいというね、そんな思いある方、いろいろね、事情はあると思いますけれども、今回5万はそのふるさと納税もしてるし、住宅ローン控除も受けてるし、副業もして、その副収入の確定申告してるという立場から、自分のね、その決定通知書を見ながら解説できればと思います。結論から申し上げます。ごまの通知書を実際に見ながら解説したいと思います。ふるさと納税、住宅ローン控除、副業収入がありますので、それからね、どうやって適用されているのか見てみましょう。ふるさと納税の限度額狙えているかチェック、住宅ローンもしっかり控除できているかチェックしてみましょう。それでは参りましょうね。このね、住民税の決定通知書とはどういうものかっていうものなんですけど、まずね、5万は会社員として、会社からもらえるこの納税義務者用っていうやつですね、これね。これの、まずもらっているというのと、もう一つね、これ。これね、副業とかしてて、その副収入ある人は、自分で納付するっていうのにもチェックしてるんですね。会社側で給与天引きで払うものと、それとは別に自分で払うものっていうの、大体副業してる人は、この自分で納付するっていうね、副業の分は自分で払うっていうのをやってると思うので、それは普通に自分の住んでいる住所に送られてくるもの、会社からもらうものと、この自分の住所に送られてくるもの、2つあるっていう感じですね。はい。っていうので、これは、その自治体によってね、この様式とか色とか全然違うと思うんですけども、ごまおの場合はこれということでね。で、まずはこの会社員としてもらってる、会社からもらうやつ、これを見ていきましょうか。で、これは何かっていうと、正式にはね、給与所得などに関わる市民税、県民税、特別徴収税額の決定変更通知書、納税義務者用みたいなね、新しい名前なんですけどね、あなたの去年の年収はこれだったので、今年はこれだけ住民税払ってね、で、毎月これだけ天引きしますよっていうのが書いてあるっていうのがこれですね。はい。住民税は基本的にはその、ね、前年、前の年、去年の年収はあなたはこれだったので、じゃあ、今年はこれだけ住民税払ってくださいねっていうのがね、後払いみたいな方針なんですよ。はい。だから、よく言われるのが、なんかプロ野球選手とかが、引退するってなると、前の年の分の住民税がかかってくるから、ちょっと時間差で来るから、ちゃんとお金用意しておかないと大変ですよ、みたいな。今年はあなた収入ないのに、去年の収入分の税金がかかってくるから大変ですよ、みたいなね、話がこういうことですね。で、これバッと見てみると、どういうことだったの？で、天引きで、あなたは何月からね、僕のこの会社で払う住民税の合計額というのは、これ2万9800円なんですけど、これを、12ヶ月で割ると。そうすると、最初の月は3400円になるんだけど、あとはね、毎月2400円ずつ払いなさいよっていうのがね、納付額。これが給料から天引きされますよっていうのが分かるっていうことですね。はい。っていうのが、そういう意味なんですけど、これね、ちょっと額が、かなり少ないなって感じる人多いと思うんです。ごまの、年収は、去年は給与収入が466万円ぐらいだと、年収466万円ぐらいですね。っていう感じなんで、それに対してだとかなり低いなっていうね、印象があると思います。月にね、2万円ぐらい払って、こんぐらいのね、給与だと月に2万円ぐらい住民税払わなきゃいけない人っていうのもいるかもしれないですけど、5万はもういろんな控除を受けてるので、相当いろんな控除を受けてますよ。はい。配偶者控除でもあったりとかね、住宅借入金など控除額、これが住宅ローン減税ですけど、これが13万6500円割引適用されてるっていうのもありますしね。はい。
まあ、こういうのはいろいろあるので、実際払う額がすごく少なくなっているということになってきます。はい。で、まあ、ざっと、まあ、その見方を、こう数字がいっぱいあるんでね、ちょっと何見ていいかわかんないかもしれないですけど、まあ、収入っていうのはこれは466万円ありますよね。はい。ただ、それ、これに対して全額、これに対しての、まあ、10% 住民税かかるとなると、まあ、46万円ぐらい、住民税かかることになるんですけど、そうは、そこまでは、えぐいことしないと。で、あなたの所得に対してちゃんと課税しますよっていうことになります。で、所得って何かっていうと、この収入から、社会保険料とかね、ちゃんと引いてくれるんですよね。この社会保険料っていうね、健康保険とか、厚生年金保険とか、なんか強制的に入ってる保険があるじゃないですか。その会社の給与が天引きされてるやつ。あれって、あれは、まあ、さすがに所得にはね、含めませんよということですね。そういうのは、まあ、自動的に、ね、抜かれていくものなんで、それをちゃんと抜いてくれると。ということですね。で、まあ、これが、まあ、76万円ぐらい、ね、去年12ヶ月でね、引かれまくってたんで、まあ、これは、加味しないということですね。で、他にもいろいろね、例えば、あなたの配偶者、結婚してる、で、専業主婦だから、配偶者がね、まあ、パートぐらい、専業主婦か、まあ、パートぐらいしかしてないって人だったら、まあ、33万円引いてあげますよ、とか。あとは、まあ、医療費。これね、医療費、この控除があるんですけど、これは確定申告しないといけないんですけど、例えば5万の家だと去年子供が生まれたんですよね。で、子供が生まれると、10万円以上のね、まあ、医療費がかかるっていうのが、まあ、大体かかってしまうんですよ。で、10万円以上かかった医療費の分は控除してくれるんで、去年は17万6650円医療費かかってたんで、その10万超えた分ね、7万6650円は控除してくれますよってことでね、それ控除されてます。で、あとはイデコとかやってると、小規模企業共済金の方で引いてくれたりとか、あと生命保険とか地震保険、まあ、5万は持ち家なんでね、地震保険とか入ってたりすると、こういうのが引かれると。で、基礎控除っていうのも元からありまして、これは誰でもね、引かれるんですけど、これも33万円分引かれると。で、もろもろで153万円分、あなたはまあ控除、所得から控除されますよということで、年収は466万円なんだけど、まあ、150万円ぐらいね、控除してくれるんで、実際あなたの所得は318万円と。ということですね。いうことになりましたよっていうね、こんな、まあ、所得のね、合計額が分かったということですね。はい。ということですね。かな。あ、これで OK かな。はい。で、分かるということですね。まあ、これが、まあ、会社員のね、やつなんですけど、で、正式に、まあ、ここらに行ったか。で、今のが会社員の分で、それとは他にね、法案は雑所得。これね、これ。これを得ています。副収入ですね。この YouTube 発信とかしてて、その YouTube の広告収入とかが入ってきたりとか、あと電子書籍も販売してて、電子書籍のお金が入ってきたりとか、あとはまあ株式の投資の方で、ちょっと利益があったりとか、まあいろいろもろもろね、あるので、それが、去年ね、2019年は51万円分ぐらいね、所得になりましたと。これは去年確定申告、去年というか、まあ今年、の2月ぐらいに、確定申告して、ちゃんとね、この額になりましたよ、所得がこれ出したよっていうのを、まあ、報告してるわけですよね。で、これもこの額でしたということですね。で、これで、51万4128円、が所得でしたと。まあ、これの合計ですね。これの合計額に対して、まあ、住民税払わなきゃいけないということになりますと。で、こっちは適用額見てみると、この住宅借入金の税、これがね、さっきの会社員の方で適用されてましたけど、13万6500円、これが適用されていると。で、この寄付税額控除、これね、ふるさと納税のことなんですけど、これはね、ちゃんと適用されてますよ、4万4895円分ね、適用されてますよっていうことでしたね。で、これらが適用されて、で、まあ、もろもろがね、まあ、ここら辺に書いてあるんですけど、まあ、結局、あなたの払わなきゃいけない額はいくらでしょうかということなんですけど、それが、このね、年税額、これですね。これ、この額、38,900円。この額があなたの払わなきゃいけない額ですよということですね。で、その内訳として、給与からの特別徴収税額、またはすでに課税した額、これが29,800円です。これが先ほど会社員としてのね、払うのはこの29,800円でしたよっていうのがありましたよね。この29,800円。これね。
これが、特別徴収税額って言われてまして、この何が特別かっていうと、会社が、勝手に払ってくれますよってね、あなた自分で払わなくていいですよ。会社が、この額をちゃんと12ヶ月にね、分けて、天引きしてくれますよっていうのが、この2万9800円。これが会社員の給与の分の住民税ですね。はい。で、それとは別に、この普通徴収税額ね、これは、僕が副収入の分は自分で払いますよってやったのが、この9100円。これ払わなきゃいけない。これはだから自分でこれ払ったんですよね。これさ、最近これ自分で払いました。はい。これは別に一括でも払えるし、4回に分けて払うこともできますけれどもね。これはだから毎月天引きとかにならないです。ただこの分は、会社が関与してないんで、会社にはバレないです。だから、はい。副業してても会社にはバレないんですよ。これは自分で払うから。はい。で、会社で稼いだ給与の分の住民税は、会社側で天引きして払ってくれるので OK ということですね。はい。これで、別に副業してるってのもバレないです。で、自営業とかの人はね、会社員ではないので、こういうのは、ちゃんと国から全部来て、全部自分で払うということになりますよっていうことですね。で、ちょっとまとめると、こういうね、先ほどの自分の住所宛てに来る通知書は一括払いか4回に分けて払えます。コンビニとかでネットで払えますね。で、会社員、でもこれ自治体によってちょっと異なるかもしれないです。コンビニでできないってところもあるかもしれないのでね、注意してください。で、会社員でも副収入などがあり、確定申告して普通徴収にしているとこれができますね。で、特別徴収にしちゃうと、給与天引きになるので会社にバレてしまうので、ちゃんとね、自分で払うっていうね、この普通徴収、これにチェックつけてもらえれば大丈夫なんで、確定申告の時にね、やってくださいということですね。副業にバレずにね、会社にバレずに副業する方法っていう動画はまた別に出してるんで、ちょっとそっちの方を見てもらうと詳しくわかると思います。で、さらにですね、住民税をお得に控除するにはっていう話もしたいと思います。今まで見てて分かるように、5万はかなり、控除されているので、普通の人だとね、年収500万ぐらいあると、住民税毎月2万円とか取られるのが普通だと思うんですけど、5万は、3000円とか2000円ぐらいで済んでるっていうね、現状があります。それはなぜかっていうと、ここら辺のね、控除をめちゃくちゃたくさん使っているからと、だということですね。ここに挙げたやつは5万全部使ってますね。ふるさと納税、住宅ローン控除、イデコ、医療費控除、平面、健康上、地震保険控除、外国税額控除ということでね、使えないものも結構あると思います。住宅ローンはね、家買わないともちろん使えないですし、医療費控除もね、やっぱり子供が生まれるとか、大きな病気、怪我で入院するとか、治療費がすごくかかるやつね、とかじゃない。それになんない限りは使わないと思います。5万も子供が生まれるまでは使ったことなかったんで、そういうね、なんか、大きなことがなければ使うことがないと思います。すみません。で、生命保険控除とかは、入ってる人はね、漏れなく使えると思いますし、で、地震保険控除はね、やっぱ持ち家とかで、気になってる、入ってる方は使えますよね。で、外国税額控除は、株式投資をしてて、で、外国株ですね、を買ってる方は、一部取り戻せるっていうので、5万はこれで使ってますね。で、気になる住宅ローン控除のところをちょっとお話ししておきますと、住宅ローンの仕組みはね、住宅ローンを持つ人はその税金を控除して負担を軽くしてくれるっていう制度があるんですよね。で、毎年末のローン残高の 1% を所得税及び住民税から控除してもらえるっていう制度です。例えば3000万円のローン残高がね、あったなら、1% の30万円、これが控除になるっていうことで、これ結構でかいですよね。で、10年間使える制度ですね。で、それまで繰り上げ返済しないっていう人の方が多い。だって繰り上げ返済しちゃうとね、このね、控除額が低くなっちゃうので、できるだけね、10年間は、繰り上げ返済しないで、この住宅ローン控除をね、最大限、活用して、その後、これが終わったら、10年間終わったら、一気にね、繰り上げ返済して、身を軽くするという感じの、スタンスの人が多いんじゃないかなと思います。5万は今、家買って4年目ぐらいかな。だから、あと6年ぐらいはね、控除を受けまくるっていうスタンスですね。で、住宅ローン控除とふるさと納税を併用するときっていうのは注意が必要なんですね。これ5万はちょっとね、気になったんで調べたんですけど、住宅ローン控除もふるさと納税も、所得税と住民税から控除されるという仕組みは同じなんですよ。で、つまりね、控除額が多すぎると、もともと払うはずだった所得税とか住民税の額を超えてしまうっていう可能性も全然あるんですね。はい、結構ね、例えば住宅ローンをね、3000万とか4000万とかね、
組んでると、まあ、4000万だったらね、40万円分も控除できるんですよ。で、年収500万ぐらいだと、所得税20万、住民税20万、ね、40万払うはないっていう人も多いんですよね。はい。だから、ちょっと、あのね、額を超えてもね、控除されないので、ね、あくまで控除なのでね、控除できるものがないと意味がないので、まあ、そこら辺ちょっとね、気をつけなきゃいけないっていうね、それが注意点ではあります。ね、この例えば住宅ローン残高が4000万ある、所得税20万、住民税20万円の人がいるとします。住宅ローン控除額は最大40万円です。まずは所得税20万円が全額控除で0円になりますと。で、次に住民税が控除されるかと思いきやですよ、ここまで、ここすげえ注意点なんですけど、住民税に対する住宅ローン控除適用額の上限は13万6500円なんですよね。はい、20万円適用されないんですよ。です。だから残りの6万3500円の住民税は普通に取られてしまうので注意が必要ですということですね。で、これね、これ見てください。これ。住宅借入金など控除額、これね、13万6500円適用ってなってるじゃないですか。だからこれがもう限度額なんですよ。5万はね、結構住宅ローンの額残ってるんで、もう本当、もうオーバーしちゃってるんですね、控除額をね。だから本当はもうちょっと控除されるはずなのに、控除されないというね、非常に残念なお知らせっていうね、こう限度額まで来てしまってるよね。だってね、実際ちょっと払っちゃってるじゃないですか、これね、3万円分くらいね。これね、もっと3万円分で、これもうちょっとね、もううまく塗ってやればね、0円になったんですけどね、ならないじゃんっていうね、非常に残念な話っていうね。まあ、それはね、まあちょっと、もうちょっと細かい話まですると、この均等割額っていうね、この7番のね、こういうのがあるから、完全にゼロになるっていうのはね、5万みたいにね、うつ病でちょっと、1年間休んでて無収入でしたとかね、そういうパターンにならないと、さすがに0円っていうのはなかなかないんですけど、はい。まあ、ほぼゼロにすることっていうのはね、このうまく使えばできるんですけどね、ちょっとね、5万は、ちょっといろいろやりすぎちゃってて、いろいろ控除やりすぎちゃっててね、この限度額っていうのがね、いっちゃってるっていうね、非常に残念っていうかね、のところもあります。で、この会社員のね、やつだけ見ると、ふるさと納税の控除がね、ないじゃんっていう感じになってるんですけど、会社側の方ではね、ふるさと納税のやつは、提出してないんですよね。確定申告で提出しているので、会社側にはもうふるさと納税してるかどうかなんて、申告してないんですね。で、こっちのね、自分の住所宛てに来る方はもう確定申告全部やった後のやつが来るんですよね。はい、この住宅ローンもちゃんとね、申請してるし、ふるさと納税も申請してる。まあ、あと医療費のやつとか、は、まあ、確定申告でやったかな。はい。で、他のやつはね、年末調整。この会社の方でやるやつは年末調整の方で、出しているのは、この社会保険料とかね、イデコとか生命保険、地震保険。ここら辺は、ね、年末調整で出しているんですけど、こっちの方で出しているのは、その医療費、あと寄付金控除、このふるさと納税のね、あと住宅ローン。まあ、住宅ローン控除は年末調整でも出せるんですけどね。はい。まあ、こっちが、まあ、大正解のね、すべてをひっくるめてやつ。副収入もね、含めた僕の個人の総合計の所得に対しての課税額がきますということですね。はい。ということで、こっちの方ではちゃんとふるさと納税してるんで、こっちの方はちゃんと適用されているということなんですね。で、ここで注目したいのが、このふるさと納税の控除が、この44,895円適用されてるってことなんですけど、5万はね、2019年は52,000円分ふるさと納税をしました。はい。で、ふるさと納税というのは仕組み的に2000円は自己負担しなきゃいけないので、5万2000円やったってことは5万円の控除は受けられるはずなんですけど、実際、この受けられたのは44,895円なんですよ。はい。ってことはどういうことかっていうと、僕はそのふるさと納税の限度額以上に納税してしまっていた、ふるさと納税してしまっていたんですね。僕の本当ギリギリの額はこの44,895円だったんですよ。はい。なのに、ちょっと多めに知ってしまった。だから、ちょっとミスったってことですね。本当は4万4千円分ぐらいの、ふるさと納税しとくのがベストだったんですけど、ちょっとやりすぎちゃいましたね。はい。ちょっとね、そこら辺ね、計算が難しいっていうかね、この最終的なね、この雑所得のね、額がいくらになるかとか、ちょっと、分かりきれてなかった部分があったので、ちょっと失敗しました。だから今年はね、4万円ぐらいで抑えておこうかな、どうしようかなっていうところはありますね。まあ、ちょっとそこら辺もね、この副収入の額とか、給与も、
去年よりちょっと上がるはずなんで、ちょっと難しいところなんですよね。で、まあ、4万から5万ぐらいで僕は抑えておいた方がいいのかなっていう結論に今なってますけど、まあね、まあ、すでにね、今、2万円分ぐらいふるさと納税、この6月の時点でしてるので、まあ、ちょっと様子見ながらやってますという感じですね。はい。ちょっとね、だからここら辺注意しなきゃいけないんですよ、いろいろね。で、ここら辺見てね、まあ、毎年こういうのちゃんとしっかり見て数字見ないので、一回で多分全部理解するの結構難しいと思うんで、まあ、毎年ちょこちょこ見ながら、どういう感じでね、もうどういうね、額でね、攻めればベストなのかなとかいうのをね、見ていったらいいのかなというふうに思います。はい。結論をもう一回まとめると、5万の通知書をおじいさんに見ながら解説してみました。ふるさと納税の住宅ローンね、あと副業収入のある方に参考になると思います。ふるさと納税の、ね、限度額を狙えてるかもチェックして、住宅ローンもね、しっかり控除できてるかチェックしてみてください。こんな感じで5万はね、まあ、その副業とかね、この控除とかね、そういうことについてもね、どんどん発信していこうと思っています。電子書籍のノートの方でもね、この副収入を稼ぐ方法とか、あとうつ病から復職したんですけど、そこら辺をね、こう両立させる方法なんかもね、発信してますのでね、概要欄のリンクからね、ぜひ見ていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。